チャオ、あっちゃんです。お弁当作り終わって子供を送り出すのにね、いろいろこうやっててね、朝ごはん作ったりしてたんで、ね、謎の腰、何もしてない、ピキッともなってないし無理もしてないね。送り出すのに、まあご飯作ってね、終わってで、ソファーに腰かけてて、子供送り出したし、さあ自分のご飯作ろうかなと思ったら、謎の腰痛でね、ソファーから立ち上がれんくなってね、立ち上がれんってちょっとこう言い過ぎや、まあまあ腰こうくんねくんねくんねおできんねんけど、そんなにやけど、なんか知らんけどね、腰骨の、お尻かな、お尻が凝ってる、うん、お尻が痛いのかも、なんか知らんけど、いやでも腰のね、骨の奥の方がずーんと痛いの、なんか知らんけど腰あたり、まあ、辛い。けどご飯作ります。食べるもんは食べましょう。はい、パン、ちょっとこれね、袋の口開いとったから硬いね、まあええけど、これね、ピザソースに今日のね、朝お弁当の残りじゃねえけど、これをね、から揚げ、昨日の唐揚げが一切れ残してあったんで、ヒカルにも食べさせたしね、お弁当にも入れたし、まあいろいろと、返します。で、あと豚肉の何やったっけ、オイスターバルサミコ酢焼きと、で、きんぴらで、これにまあマヨちょっと、これね、ざーっと混ぜてね、これ何でもありです。残り物のちょっと肉肉しいものをざーっとね、のせて、野菜も入っとるしね、いろいろ入っとるんだけどね、どんな味になるでしょうか。うん、美味しい。で、オーブントースターで焼きましょう。はい、焼けました。ちょっとテーブルを近づけよう。腰がね、マジ腰が痛いの。そこを引いよう。腰がね、泣きそうなぐらい腰が痛くて、今日はちょっといろいろ動きたいからね、前は。いただきます。うん、ゆっくりしすぎた、腰痛くて、子供を送り出してからちょっとゆっくり座ってたんで、ね、こんなに座っとんやったら、まさかちょっと動画編集しよう思って、編集って方でもないけどね、基本動画作っとこう思って、もうほとんど編集なしで、うん、ちょっとね、腰だけ乗って、お腹まで痛くなってきて、何日やお
あれ携帯どっか行った、カービィに踏まれとった、あと腰が。腰から、お腹から腰抜けてるのか、腰からお腹抜けてるか知らんけど、なんかお腹と腰が痛い。美味しいわ。最近ずっとカラス鳴いてんの、カラスが鳴いとったらね、ゴミ出したら続かれんねん。この辺はね、田舎やからゴミ収集場まで持っていかんでね、ポカリとかやったら、でもほらドラマであるやん、ゴミ出しとっても「あ、奥さんおはようございます」言うて、うちの旦那はゴミ出してくれへんけど、宅のは旦那さんがやってくれんねんね」言うて話しとるとかあるやん。あんなとこまで持ってかんで、もう家の前のね、道路にポイって置いといたら、勝手に持っていってくれんねん。今まではね、車、歩道がね、道とこんだけぐらい段差があった。今は段差がないねん。だから、まあ、ボコンボコンってなってんねんけどね。だから、その歩道にゴミ置いたら邪魔になるかなと思って、うちは家の敷地のとこ置いたんだけど、でも他の人は歩道のとこ置いたりもしてんねん。だから、要は、歩道か。車道でもいいね、道広いからね。だからこの辺にポコンと置いといたら収集していってくれるね。楽でしょ、生ゴミをね、生って燃えるゴミをね。で、不燃物がめんどくさい、瓶、缶、セットもの、衣類、ないときなど、なんか何種類か分かれてて、あ、素材も。そんなのは全部収集場持っていかなあかんねん。ちょっと離れたとこに。ここはね、でっかい鉄の缶で、で、蓋もされててね、カラスも猫も入らへん。ただ、その、終日の前日の夜に、当番さんかな、大学開けに行くんだ。月当番さんかな、区長さんか、だか知らんけど開けに行くんだ。そこ開けてくれへんかったらゴミ捨てたらあかんねん、捨てられへん、表置いといたらあかんねん。それ開ける時間が決まってない、人それぞれ。大体日曜日の暗くなった頃には開いてんねんけどね、月曜日やから収集は。なんかゴミの音が、ゴミの音ってゴミ屋さんが夕焼け小焼け鳴らしてくるから、音聞こえたら持って降りても間に合う。うちの前は2回通るからね、往復やから、1回目通り過ぎてから出してもだいぶ間に合う。もう来るんちゃうかな、
10時過ぎたからね、今日ゆっくりしとって腰痛かったかな。うん、今日は頑張って片付けるぞって思ってんけどね、思ったんやけど、ストーブの前にブランケット置いちゃって危ない危ない。だけど腰痛いじゃん、ちょっと頑張ろう。いろんな味が重なって美味しいよ。何を食べるのか分からないんだけど、うん、美味しい美味しい。まあ、ここにテーブルあったんやけどね、だから膝の上にお皿置いて食べたら、この3、4人これじゃダメやな。いやでも今日は寝たよ。そうそうね、何時間寝たから、3時間半もうちょっと寝たかな、4時間弱は寝た。うん、めっちゃ寝たよ。あ、逆にね、体調崩して眠たいの。うん、人間でペース崩したらダメよね。うん、だるいっていうの、うん、久々に、なんか寝る前雑談とって、でこの後、うん、もうちょっと残ってた編集だけしてね、うん、サムネ作るのも時間かかんねん。でも楽しいよ、うん、まあ、もうちょい時間あったらね、編集したら楽しいね、やっぱりね、うん、ただただ時間がかかる。うん、いやお腹痛い。トイレ行くほどのお腹痛さじゃないね、なんか変なとこが痛いね。うん、びっくりする。ちょっとだけゆっくりして昼からでも片付けしよっか。だからちょっとね、2、3本トーク撮りたいんだけどな。興味深いニュースもあったしね、うん、そんなんでちょっとトーク系の動画を撮りたいなぁと思って。うん、持ってないな。流れたか。大したニュースじゃなかったんけどね。ちょっと面白いニュースがあって。流れてんなもう、うん、はい。ということでね、今日もまたいろいろ動画を撮っていって楽しい一日にしたいと思います。なんかちょっと今日はね、分からへんねんけど、
何やろ、こう目が開けられへんね。寝すぎかな。何枚か、まあ1時間とか2時間しか寝てないから、それが溜まってきてるのかもわからへんけどね。かつて体調が悪い方はそうでもないね。なんかね、目が開けられへんのとテンションが上がらへんね。いつもみたいにこうテンション上げていこうって気にならへん。いつもやったら朝起きてね、で弁当作って、でちょっとテンション上がってきて子供を起こして、でそのままのテンションずっとこう上げてきて上げてきて、朝一発目の動画撮ったりして、で朝変なテンションの日があったりするけど、ちょっと今日なんかテンションちょっと落ちてんねんけどね、そっか上げようかな、なんかなんかしてこう、ね、はいどうもあっちゃんですみたいな、ああいうノリでいける感じはせえへんし、カメラにねこう目線持っていくのもなんかしんどいね、うん、こんな感じ。いつもカメラこうやって見てるけど、もう目がたるんしてるでしょ。ちょっと待って、あかんしんどいそれぐらいね、ちょっとなんか目の上の筋肉がしんどくって、うん、体調悪いわけじゃないんで、体調はまあまあいいね、うん、でなんかだるいっていうのが一番当てはまるのかな。なんていうの怠け、怠惰なんていうのかな、もう目つぶってこうやってキュッてこう1時間2時間横にもう1時間2時間寝てたいっていう感じ。ダメじゃんまあそんな人たらね、まあ、あっちゅう間に昼になってまうから、今10時10分やからね、ご飯食べたことやし、ちょっとゴミ出しでもして、何もしてへんだんかいって、子供送り出してから1時間2時間ぐらいぼーっとしてたわダメじゃん。はい、ということでね、今日は一応ゴミだけまとめたんでね、あと持っておりるだけやねんで、うん、持っておりときますわ、はい、ということで今日のあっちゃんの朝ごはん、こんな日もあります。はい、ということでね、ゆっくりゆるい火曜日、なんでや、火曜日は頑張れ頑張ります。はい、ということでね、ちょっと今日はね、ちょっと多分アマゾンさん届くな、ちょっと注文してあるものがあって、これあっちゃんねるをね、今後かなり活用してくれるでしょう。あっちゃんねるの中に何度も多分頻繁に登場してくれるであろうグッズを買いました。はいさあ何が来たです、来るが来たじゃ来るでしょうか、今日来るはずなんやね。だからあっちゃんがあれしようと思って、それをね、何を言ってんねん、なんか寝る前雑談みたいなぐらい、裏チャンネルの寝る前雑談ぐらい言うとることがわからんぐらいぼわっと喋ってるわ。あかんあかん、こんな人あかんから、もう止まらんくなるから今日この辺で止めます。今日のあっちゃんの朝ごはん、お弁当の残り物をで適当に作ったピザトースト、味は美味しかった、いろんなもんが味が絡まってね、すごい美味しかったんで、またよかったらね、お弁当の残ったものとか、昨日の晩ご飯残ったもの、適当にピザソースの上にね、マヨで和えたものを乗せてほんまきんぴらとかでもね、マヨ合うしね、佃煮でもマヨ合うしね、何でもいいから、とりあえずマヨに合わせてピザソースの上に乗せてチーズ乗せて焼く、もう基本それでね、なんとかなります。朝ごはんは、はい、今日のは美味しかったです。で今日のあっちゃんの朝ごはん良かったよと思ってくれたら、高評価を、応援コメント、チャンネル登録して、これからも見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ、元気出すわ。